はい、こんばんは。東京新聞デモクラ TV エクストラです。今日は何回目かちょっと回数覚えてないんですけど、11月18日ということで、はい、まあいろいろ動き出してるんですけど、今週も富田さん、今月だ、よろしくお願いいたします。よろしくお願い、論争ツインの富田です。どうもよろしくお願いします。それは、はい、今日なんですけど、一応私あまり知られてないことなんですけど、経済部の記者だったんですよ。前回もそうおっしゃってましたね。そう、誰も知らないんですけど、それで明日ね、経済対策が新たな経済対策がまとまるということで、はいはい、でね、で今回一番話題となったのは現金給付じゃないですか、うん、それで今日はですね、はい、経済部の総括デスクで、まあ、僕も一緒に仲間で一緒にやってた池井戸総括デスク、総括デスクっていうのは、まあ、ナンバー2っていう、人数少ないんであんまりナンバー1も関係ないんですが、なんで彼を呼んだかっていうと、彼はですね、マクロ経済よりミクロ経済です。マクロはちょっとあんまり、まああんまり言ってるわけじゃないんだけど、ミクロなんです。1円2円の池井戸、物価の池井戸。ミクロってそういう意味なんですか。そうです。なんでこの値段が上がってるんだと、もうこれに対する怒りで趣味を作ってる男ですから、この池井戸デスクにちょっと来てもらいました。よろしく、よろしくお願いします。池井戸です、経済の池井戸です。よろしくお願いします。内田さんね、はい、現金給付ね、出ましたね、うん、最終形がどうなるかは、まあ、明日閣議決定ということでよくわからないんですけれども、一番今話題となっているのは、960万で切って、子供、はい、子供っていうか18歳までですよね、はい、の子供にいる家庭に、10万円を配ると、半分クーポンで、残りは5万円は現金ということですよね、うん、でこれ話が出た瞬間から、まあ、うちの我が社の読者もそうだし、東京新聞読者もそうだし、もうあらゆるところ社説もないも、まあボロカスに私も言ったんですけど、内田さんどう思いました、最初960万。いや、あ、懐かしいなと。懐かしいですか。懐かしい。だってやっぱり99年の地域振興券の時の似てますよね、リバイバルっていう感じがしますんでね。70万も若干額がねもうちょっと低かったですけど、そうですね、まああれでも2万円でしたかね、2万円で3万円っていうふうな主張を最初公明党はしていたんですけど、まあ折り合いが結局2万円でついて、で7000億円の予算でこうばらまいたわけですけども、ところがこれが消費に回ったのは、これまあ消費喚起策だったわけですけど、振興券ですからね、これが券なんでしょ、現金じゃないんですけど、券でやってもダメだったんですよね当時は。まあ7割っていうようなね話になっちゃった。でまあそれを野中ひろむさんが、なんとですね、これは公明党に対する国会対策費であると、なるほど、いうふうに、まあ、自民党の会合で説明をしたということを、まあ言ってるようなんですね。でまあやっぱり今回もそうなんじゃないかなと。なるほど、だからその特にその怪しいなと思うのは、配るのは来年の春とかっていう話になってますよね。現金はでもあれじゃない、年内じゃないですか。そうですか、現金は急ぐ、ね、クーポンを来年春ですかね、年度だ、うん、まあすぐに配ればね、それは実際困ってる方はたくさんいらっしゃるわけなので、それは効果あるとは思うんですけれども、なんとなくこれいろんなメディアでその選挙対策っていう漢字4文字をね、じゃないかっていう、ただその中身はちゃんと説明されてないと思うんですよ、公明党に対、まあ公明党が要求して、出すことになった選挙対策なんだっていう、その選挙というのはこの前の選挙のことなのか、次の参議院選挙、はい、次の選挙のことなのか、でまあどういう意味で対策になるのかっていうことについてはね、これはもう推測の範囲も出ないですけども、まあ、ちょっと怪しいなと、怪しいとしか言いようがないですよねこれね、でも私一人で喋りすぎなんで、いえいえ全然それで一つですくね、はい、これ最初この460万なんだけども、はい、すごく各地で批判されてるのが、はい、959万9999円かける2の夫婦だともらえるじゃないかと、はい、これ本当なんですか。本当ですよね。本当。私は社説会で分からないから、あなたと聞きに行ったらよく分からないんですよ。当時。
だから一番多くもらってる、家族の中で一番多くもらってる人を基準、最初世帯主って言ってたけどそれも訂正してね、うん、あの、うん、必ずしも収入が多い人が世帯主とは限らないわけですから、うんうん、その夫婦でどちらか、夫婦、まあ夫婦だとすればですよ、夫婦だとすればどちらかで、あの、多い方の基準でっていうことですよね。だから、あの、両方ともが800万900万程度もらっていれば、まあ、1000万超えている家庭でも、うん、あの、もらえるっていうことが十分あり得るっていう。逆に一人で1000万の人はもらえないわけですよね。そうですね、そういうことですね、うんうん、そこがだから、あの、高橋さんも、高橋さん、さんも今日言ってましたけども、うん、そこがやっぱり、ね、うん、あの、うん、それでいいのかっていう話にどうしてもなりますよね、うん、不思議なのは、もう、まあ、こぞってみんなええー、って感じだったんですけど、はい、例えば高橋さんなんか、うん、まあ、与党の政調会長じゃないですか。そうそうそう、にもかかわらず全然調整できてないのかと、うん、でものすごいこう公明党主導型ですよね、うん、つまり政策次元の話ではないということですよね。ですよね。だやっぱり国会対策なんですよだから高橋さんは発言権がないんじゃないですか、うん、政策だったらあるはずですよね。そう、うん、あともう一つはこれ消費対策喚起策なのか福祉なのかよく分かんないですよね、うん、これどう解釈したら。まあ、もう、まあ、最初にだから結局その今選挙の話いただいてたんですけど、そこが あるんで、だからどっちだっていうことも考えずに、とにかくまあ先に出すのありきになっていますし、だから結局消費だとするとそのクーポン券って話春なるんですけど、まだそこのね、じゃあどういうふうにそれ一体対象がどこなんで、どこで誰に対して、誰にとってもどういうものに使えるのかっていうのも分からないし、もちろん商品に使うって話はなってますけども、だから結局やっぱりどっち使うっていうか、地域貢献も中身分かんないですよね、うんうん、分かんないです、まだ全然分かんないですね。何を対象に変えるものなのか、うん、10万だったら耐久消費財も変えるっちゃ変えますよね。今半導体ないから買えないのかもしれないけど、まあ一応買えますよ、まあ、車買えないけど、うん、だからおそらくまたクーポン券のその使い道をめぐって、どこまでが、あの、要するに子育てに役立つもので、どこまでこれが本当に子育てに関係あるのっていう、限定する可能性がある、可能性があるんですね。何でもだから車を買うのかって話、まあ、車5万円では買えないと思いますけども、うん、何でも買えるのかって話になる。その学用品とか、うん、おむつとか、そうですね、そういう議論になる可能性があります。こうまだ決まってないわけですから、これからいろんな議論も。マジですか。また今のようなこう結構そういう。クーポン券にこう使途がいっぱい書いてあったりするんですかね。いや細かく書いてあるんですか、ね。そう、それがどうなるのか。後ろ側にはムーニーマンドレミとか、僕はあの二十数年前あのちゃんとやってましたから。メリーズとかね。メリーズ、ニューメリーズとかね。多分だからおそらく経済。パンパス若干高いとか、ね。そう、経済界の中でおそらくうちも入れてくれとか。使えるようにしてくれとか、うん、という動きがまたそういう政治的な駆け引きとかっていうものが僕は出てくるんじゃないかなと思ってますけどね。ものすごくこう制度設計があやふやというか何も考えてないですね、これね。そうですね、もともとだって最初は現金でやりたいっていうことだったのをこう分けてるわけですから、うんうん、もう何かを考えた上で分けたわけじゃないのでっていう感じは僕はしてますけどね。内田さん去年10万来ました。内田さんぐらい高額所得者に何を言ってるんですか。来ないじゃないですか。何を言ってるんですか。来られたんだよ。いやいや、あの、来なかったですか。いや僕はね来たんですよ。いや来てますよ確かに、うん、はい、来てね、あれどうなったんだ。そういえば僕はちょっと自分で覚えて来たんだけど、うん、女房が来たのを確認した後ちょっとそのあれですね、うん、あれは使途については不明になってます、ね、だから休業しろとかね、あの、要するに何て言うんですか、あの緊急事態宣言下で、うん、あの、まあ、精神的なショックも含めてね、うん、あのあるところにお見舞い金だったですよね、あれ一緒にね、お見舞い金みたいな。そうですよ、はい、あの、よろしく、これいろいろありますけど、まあ、とりあえず配るんで、これでとりあえずっていうことでしたよね、うん、はい、つまりこういう手段もあるんですよっていうことで安心感につながったかどうかは分かんないですけど、そういう目的じゃないですかね、うんうん、であれ何に使われたんですか、内田さん。あの、私は使ってないのでよく思ってないです。あ、そうですか。なるほど。特にそれで、いや別に消費に使うっていうことではなかったですね。あ、そうですか。池田君はあれ何使ったの、あれ10万円は。何か具体的に使ったっていう記憶はないというか使ってないですよ。なんか使ってない。僕はね、はい、あ、振り込まれたなという記憶はあるんですが。あるよね、はい、
マスクより先来たよ。今来たと思いますね。マスクがどうだったかあれですけど、来たんですけど、それを意識して特別あ来たから何かに使ったかなっていうと、あんまりそういう多くの方が結構そうじゃないかなと思います。いやつまり 10万円でどうかなるってことじゃないですからね、あのそういう意味では貯金するのがむしろ普通であって、ね、あの少しでもなんかいわば先延ばしあれ7割が、貯金貯蓄に回ったっていう説がすごくでかいんですよ、大きい。それもう完全に裏取れてるのかわからないけれども、多くのエコノミストが7割ぐらいは貯蓄に回ったんじゃないのと。さっき言った99年の地域振興券がそうだったからじゃないですかね。7割貯金に回ったっていうんですよ。振興券なんですけど、あれどうやって貯蓄に回したんですか。いろんな方法があるじゃないですか。あれあの要するに新橋あたり行ってですね、あの金券ショップみたいなのありますよね、あそこ行って関係するんですかね。ありえますよね、ありえますよ、ありえますね、確かに、まあそれ買って、そうそうそう、だからそれを買うことによってその先に買わなくて済むんで、なるほど、なるほど、そうなんですよ。でこれね、僕不思議なのは、そういう結果が出ているし、それから去年 G1 の時にいろいろあのトラブルだらけだったじゃないですか、マイナンバーカードでしたか、あれと紐付けしようとしたりとかいろいろやって遅れたりしたのに、なんで、で岸田さんって少しちょっとだけ偉いなと思ったのは、菅さんと違って目も見ないで喋ってるじゃないですか少しはこの人勉強してんだなって、まあ、言うことはつまらないにしてもちょっと 目も見ないじゃないですか。だからちょっと勉強したのかなって思ったら、まだ同じことをね、やると。でしかもね、今回子供がいる家庭だけで960万でも、まあ、あれでも9割ぐらいはあれですよ、カバーできるんですよね、だけど子供っていう一つ条件を出しちゃったんで、今度は支部賃だというふうに言われてるし、なんでこれをあのなんていうか一つの政治家としてどうなるかが、しかも効果が全然見込めないと、ちょっと理解ができないですよね、これなんでなんですか。いやだからもうあくまで推測ですけど、そのやっぱり野中さんが国会対策費と言ったことの意味が大きくてね、それはあの地域振興権の時に、99年ですけど、あの今回も、まあ、つまり選挙に、まあ、公明党とすればね、あの選挙に、まあ、必死になってやったわけじゃないですか、ね、でところはその創価会の方たちとかね、まあ、公明党の人たちも含めて、まあ、パンデミックの被害にも遭ってるわけですよね。皆さんもう皆さんが割れてますね、もちろんあの日本国民全部総額会員じゃないので、あのこういうふうに配ればあのいろんなところにお金が行くわけですけども、総額会員のところにも行くわけですね、これはだからある種 選挙終わってのね、あのご苦労様金一封みたいなね本当ですかいやそういう見方あり得ると思いますし、でその本当の意味は さらにその先にあって、11月の末からまあ年内、あの毎年創価学会は財務っていうね、まあお布施をこう集めるのがあるじゃないですか。そうすると創価学会の方たちも経済的に苦しい思いをされている時に、お金が10万円5万円ですか、まあ下りるとようになるとお布施に流れやすくなるっていうことはあるんじゃないですか。そういうこと、そういうことですか。なるほど。だからそういう意味ではその今度の参議院選挙に備えて、選挙の資金をね、確保する上でも、まあ、公明党にとっても利益があると、もちろんこれがあの2兆6650億円でしたっけ、それ全部がね、あの公明党に入るわけでも何でもないですよ、何でもないですけれども、ただ財務という形で毎年やってることを創価学会がやりやすくなる、その創価会は公明党の最大の支持母体であるっていう、そういう関係、まあ、そういうファクトがいくつかあると、そこからそういう可能性も推測ですよ、もうあくまで、あくまでそういう可能性も捨てきれないと、いうことですよね。でね、あの今あの今日たまたまこううちの新聞見てましたら、ちょっと久しぶりにちょっと為替のニュースがで円安が進んでますよね、円安で、ここはあの何ていうか安倍政権以降ね、
為替ってちょっと奇跡的な推移で110円ぐらいでずっとこずそばだったじゃないですか、でこれ企業にとってありがたくて、為替って急に動くと良くないわけですよね、それが非常に安定してて、で為替が話題になることが本当なかったんですよね。ところがついについに例の、ずっと原油がものすごく上がりまして、原油高があって OPEC プラス2が意地悪して増産に踏み切らないと、で原油高、今ガソリンすごいですよね、で今度は円安が結構な数字で来ているということになると、物価にうるさい池戸デスクとしてどうですか、はい、街中スーパーに奥さんの命令で行ってですね、上がってますか。やっぱり上がってますよね、基本的にはね、私車乗らないんでね、すごいガソリンそのもののあれは感じないですけど、やっぱり今これ消費者物価って言って我々の当たるところの物価ってまだ上がってないですよね。ただ最近企業物価ってのはすごく上がっていて、B2B っていうか企業同士の取引の物価ですよね、はい、日本は上がってないと思われる方、一般のね、消費者の方はそう思われるかもしれないけど、企業同士で取引してる価格はもう 8% とか結構上がってるわけですよね、でそれを結局ただ日本の場合はそれをスーパーマーケットに持っていくと、そうすると高いバッチって買わない主婦の方とか私も含めて買わない人もいるので、それじゃ困るっていうんでまだ今のところ上がってないんですけど、だからどっちかというと今話してるとこれからですよね、これからいよいよ消費者レベルに、今でもなんとなく上がってるのはもちろんガソリンで感じてるんだけど、これから本当に僕らに上がってるなっていうのがこれから来る恐れが来年にかけて出てくる恐れがあるなっていうのはすごい怖いなと思いながら、いろんな値上がりのニュースも当然ね、お菓子とか今出てきてますよね、小麦が特に上がってますから、小麦でできるようにできる食品とかそういうものがもうこれから来年1月出荷分から上げますよっていうニュースが、うちにも結構よく載ってるんですけど、よくこれがです、せこくなんか個数を減らしてよく分かんないです、実質上がってステルス値上げですね、ステルス値上げ実質上げ、はい、そういうのもやるかもしれない、そう言われてましたね、ステルスだからちょっと僕も注意深く見ていかなきゃいけないと思っていますが、すでにあるっていうのはよくネット上とかでもね、出てますんで、ちょっとびっくりしたです、果物のも確か半分は輸入なんですね、そうですね、果物特にそうじゃないですか、ね、生鮮食料品でそうなっちゃってるっていうのは、輸入物価確実に円安になっても響きますよね、私はちょっと日銀とかもちょっと担当したことがかすかに、かすかな記憶としてはあるんですよ、ぜひぜひお聞きしたい、僕これ以上は喋れないんですけど、あれだけど政府とね、2013年頃から始めて2012年の暮れに黒田晴彦総裁がね、財務省出身のね、財務省の税金ばかりやってたおじさんですよ、この人が日銀総裁になったと、で当時の安倍政権と約束をして大規模金融緩和は絶対やり続けますということで続けてるわけですよ、でずーっとやってるわけですよ、でところがアメリカの方はコロナで我慢してた人たちがもう我慢できんということで、僕はアメリカ全然コロナ良くなってないんだけど もう我慢できんということで、物を買い始めたと、でインフレじゃないですか、インフレのが怖いんでアメリカの、連銀ですか FRB の総裁パウエルさんって人は、トランプさんの時はいろいろぐちゃぐちゃ言われていじめられてましたけど、最近ちょっと元気になってようやく低金利をやめようかなと、少なくとも今よりはちょっと縮小していく、で来年ぐらいになったらこのゼロ金利っていうのをやめて金利上げようかなっていう気配を見はじで実際もうやると宣言してますよ、そうなるとね、金利為替って金利の差で決まるじゃないですか、ほぼほぼ、そうすると当然円安が進む、そうですよね、ドル買った方が得だぜってみんな思うからドル高になりますよね、で日本はどん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 円安になると、これどうなるんですか。だからこれまではそれさっき安倍政権の話が出たんです、これまではどっちかというと円安にしてそういうどん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 こうなんていうんですかね、輸出して儲けよう、それでいいんだという製造業があるからっていう話だったんですけど、ここまで来ちゃうと我々日本で暮らしていて物を買うときに高くなって、輸入品が高くなってきちゃって、さっき果物とか食べ物とか
小麦の話が出ましたけど、それどんどん上がってきちゃって、そこであのまあそれでそれプラスなんていうんですかね、我々のまあ今これからお話が出るかもしれないですが、給料上がらないもんですから、給料が上がらないのに物価が上がっていくので、ますます年末年始からきつくなっていくんじゃないかなと思ったんですけど。いやそれと今富田さん意識的にその 2% のほど言わなかったような気がするんですけど。ああ 2% ね、もうねもうだから忘れてましたね黒田さんはあの念願あれでしょ、うん、対岸成就でしょ本当は。こんなんで 2% こんなんで 2% いや上がってますよ、こんなんで 2% かって、うん、だからただまあ物、うん、消費者物価はまだそこまでいってない日本の場合はね、うん、でもそれって携帯電話が入ってるからじゃないですか。あまあそうかもしれない、うん、だって普通の人の感覚ではもう物価上がっちゃったら上がってますよね。日銀がものすごい説明するのは、うん、携帯電話がめちゃくちゃ足引っ張ってるってレポート出してるんですよ。言うでしょ、うん、だそれほら菅さんのね、そう一番の政策だった、あれさえなきゃっていうぐらいの勢いで、実態もなかなか難しいですよね。上がってますよ、だから上がってますね、確かに食べ物とかも上がってますね、うん、だから生鮮食料品は除くだから、うん、あれのカウントは、ね、実際には相当上がっていて、うん、でこういうのってあの賃金が伸びないのに物価が上がるって悪い円安じゃないですか、うんそうですね、ところが黒田さんはこの前悪くないって言ってるんですよ、うん、言いましたねはっきり、うん、これはあの普通のいわゆる国民の感覚からはちょっとずれてますよね、明らかに。なんですか、私は悪くないと言ったんです。いやいや悪い円安ではないって言ったんです。あそうですか、うん、悪い円安ではないって言いましたね、うんうん、その辺がだから財務省と少し、うん、言い方が違ってたって言うんですけど、ちょっとね僕はね心配 でこういう時にあの経済部長くやってると、だから金融政策って重要なんだと、うんうん、いうことでですね、会社で、うん、会社でもね、やっぱり記事をね一面に出したいわけですよ、うん、で経済部っていうのは大体ね同じサイズのニュースが起きるとね負けるんですどうして地味じゃないですか。そうですか、地味なんですよ、大体説明するのにまず時間がかかるんですよ、うん、ものすごい時間がかかりますね。でそれってでプレゼンテーションすると突然内輪の話になりますが、あの金融政策がこうでだから国民の生活に直結するんですっていう話終わるまでの時間がないんですよ、ね、政治部なんかだともう政局、ね、もう面白いんですよ、高市さんが憲法改正しようとしてる、まあ特組合とか喧嘩とかそういうことですからね。社会部なんかだと、ね、今まさに、ね、京王線で変なやつが出た、小田急線出た、なるほど、こういうのに、ね、負けちゃうんですよ、うん、負けるんですよ、本当はものすごい重要なんですよ、うん、で今日は ね、 そこら辺をね、でも池江戸君評価してるのはそういうところを一生懸命やろうとして、うね、こう物価にこだわってるんだけれども、そうですね、いや確かにでも内田さんって、うん、確かにもうすでに上がってますけど、ね、僕本当にこれからが怖いわ、やっぱり、うん、もうこれからがまだ上がってくるっていうのどうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、ね、どうしますかね、この変動相場制に入る前にね、はい、戦後1ドル360円だった時代、懐かしい360円、1ドルあってたらもうそういうふうに教わってきましたよ、うん、まさかそこまでいくかどうかはね分かんないんだけど、うん、ただなんか計算の仕方によっては、うん、そういう数字も現れつつあるようなこともなんかどなたか言ってますね。でも1ドル360円時代って海外旅行どうやって行ってたんですか、うん、では行かなかったです、ね、行かなかったね、分かんないです、僕もまだ分かんないです。だからあれですよ、 TBS のアップダウンクイズであの一等10問連続正解して行ったらハワイですから、10問とってハワイ行きましょう。そうですよ、小池清さんね、そうそう小池さん、そう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 、あのたまにあのゴンドラ10段まで行って、あの、はい、たまにね特別バージョンで夫婦でね出るときあってぎっしりずっとあの奥さんが9問まで答えてたのに旦那が最後に1回とバーッと落ちたの、その時代に戻るんですよ、その時代に戻るんですよね。どうしましょう、いやだから今あの今の話した時なんか実質実効為替レートっていう単語を使ってますけど、 それはもう1970年代前半ぐらいと比較しても1970年代、うん、そうですね、うん、40年ぶりぐらい、40年か50年ぶりぐらい、40年ぶりぐらいかなの、うん、円は弱いっていう、うん、あの360円っていう数字と、もちろんそこまでいってないですよ今対ドルに対して、うん、ただいろんな通貨と比較した場合の今の円の価値ってすごくこう低くなっていて、購買力平価とそうですね、だから114円ではない、もうちょっとそう感覚的に言うともう70年、うん、
まあ、前半かどうかまではいかないかもしれないけど、やっぱりかなり今円安になってる。そうなんですよ。だから外のものを買うときも買いにくくなってる。いや、なんかあの外国の方がね、特に先進国の方が、うん、まあ、今コロナあんまり来られなくてもやっぱりたまに来ると本当に日本物価安いって言うんですよね、うんうん、そうですね、うん、あのもうこっちはなんだけど途上国扱いぐらいです、うん、あの突然ね、まあ、子供って言うとあれかもしれないですよ、あのこれ固有名詞出していいのかな、いいんじゃないですか、サイゼリやったるじゃん、はいはい、で僕はあの実はその60を超えてるんですよ、実は60歳超えてまして、うん、そうでしょ、であの給料がね、うん、安いんですよ、うん、それなのにすごく一生懸命働いてるんだ君ぐらいなのにすごいちょっと給料もらってないんだよ、それが痛い、で女房がもう前みたいに、じゃあ例えば結婚記念日とかってちょっと、うん、ちょっといいとこ行った時もあったの、うん、で今はもうサイゼリしかない、サイゼリやね、でサイゼリ行った、うん、生まれて初めてだよ、こんなとこ、俺はこんなとこって失礼だけどこれはね学生行くとこだと思って行って、うん、行ったら美味しいんですよ、うん、非常に満足して、はい、サイゼリア行ってねあのね、あのホカッチャみたいな名前のやつがあるんですよ、なんかパンみたいなやつ、ホカッチャ言ってますよ、それも正解正解、うん、ホカッチャ、うまい、これはうまい、でそれとスパゲッティとサラダで、あとワインがね、ワイン安いですよね、サイゼリア、これワインかと、うん、これわからない、ワインかどうかわからないけどワインの味するんだよ、うん、でワインなんだよ多分、で僕はで非常に満足してお金払ったらね安いんだよ2000いくらの2人俺間違えるこれ2人分ですかって聞いたもんこれはね、内田さんがよくご存知だと思いますけども、あの早稲田大学に僕は出身なんですよ、内田さんは先輩ですよね、はい、でうち早稲田大学ので高田馬場っていうところにあるんですよ、うん、でそこにあの坂田の駅の近くに栄通りっていう繁華街あるんですよ、はい、でそこ栄通りを入っていくと右側に清流っていう清い流滝っていう店があるんだ、うん、ここはね安い、あの当時のサイゼリアだね、いくら飲んでも1500円ぐらいしかない、どうやって計算してるかも分かんないものすごい安いの、僕はね30年ぶり40年近いかな、もう久しぶりに僕はね清流に来たね、あの記憶よみがえりましたね、それぐらいサイゼリアっていうのは素晴らしい、そんな場所でしたっけ清流、そうか、高島はあのビッグボックスの、いや逆です、ガードの下で、坂井通り、あの藤田大学の方に向かって、そう藤田大学、藤田大学ってもう多分ね、はい、別の名前になってる、なってるかもしれないですね、うん、東京富士大学でその向こうの方に行くと池田大作さんが出られたという、あ、そうなんです、そうです、名門じゃないですかそこの右側にあったんです、うん、そこの店がね安かったんですけど、僕はそれも思い出しました、サイゼリアってね、うん、あのミルクボーイっていうあの M1 で優勝した、ね、はいはいはい、サイゼリアのネタでやったけれども、はいはいはい、あれが受けるっていうの分かりましたね、まああれはね、うん、あの地上波では流れないですけどね、うんうん、素晴らしいなと、サイゼリアのあの何でしたっけ、あのケーキみたいな、何でしたっけ、イタリアのデザート、ティラミス、あ、ティラミス、ティラミス、サイゼリアのティラミスが硬いという話をして、ああそれはだからそれを受けるってことは多くの人たちがサイゼリアに行ってるってことですね、そうですね、行ってるってことですね、僕はあれを見てなるほどこういう国になったのかっていうふうにね、非常に、ね、深くねいろんなこと考えましたね、であの質でしょ、悪い話じゃない、悪い話、ね、そう、つまり我々はあのデフレ仕様になっちゃったんですよ、うんうん、多分、うん、でね、でじゃあいい国かっていうと僕はねもうちょっと考えたんですよ、うん、で多分こういうことなんですよ、うん、であのサイゼリアは美味しいと、でねローソンのケーキとかって美味しいでしょ、美味しい、美味しいです、うん、驚くべきねなんかスペインかどっかのお菓子あるんですよ、あれも美味しい、安くて、バスチーズですね、安いですよね、はい、バスクチーズでね、そういうのでね若者ってね満足しちゃってるけれども実は人生のね重要なこと、うん、あの学校とかさ、はい、まあ、教育関係とか、うん、結婚とか、うん、家を買う車を買うっていうのができなくなってるっていうのが日本なんじゃないかと、うん、
思うんですけど、そうですね、うん、まあ、昔みたいにね、いいかどうか分かんないけど、うん、まあ、今はね、非正規労働者、いろんな労働者がいますけど、うん、そういうふうにこう人生組み立てることが難しくなってますよね。見通すことがね、難しいですね。一つの会社に、うん、あのずっとね、なんか例えば就職してそのまんま定年まで、まあ、皆さんはそういう世代かもしれませんけど、うん、そういうふうな夢は描けない。何歳ぐらいで結婚して子供を産んで、うん、どっかに土地買って、あの家を買ってみたいなね、うん、そういうの描けないですよね、うん、そうなんですよ、うん、で、あの要するにサイゼリアに行って、あるいはコンビニに行って、まあ小さな幸せですかね。それ小さな幸せなのか、本格的な幸せなのか分かんないけど、まあ、でもサイゼリアもそのうち値上げするかもしれませんよ。 そこですよね。今本当にサイゼリアがこのレベルで耐えていただければいいですよ。サイゼリアさんに頑張ってほしいんですよ。これサイゼリア耐えたらね、ちょっと書いて、うん、一面ぐらいに、ね、書いた方がいいよ。どこまで耐えてるか頑張ってるかっていうのをぜひ取材してね。そうやってみたいですよ、ね、いや多分ね、そういう他のお店もいっぱいあると思うんだよね、うん、いやそれみんな耐えてる、ね、サイゼリア限らず。そうみんな耐えてるんですよ今ね。あのすごく大変なことだ。その なんで安く提供できたかっていうことの中には、その海外の労働者を安く使ってるっていう面もあるわけですよ。あのトマトの缶なんて、はい、缶詰1個80円、安いとかだと50円ですよ、はい、あれってあのイタリアのトマト農家が収穫の時にアルバニアとかですね、旧ユーゴスラビアの出稼ぎ労働者をもう二足三本で使って、作ってるものですよ、うん、だそういうものをその、まあ、先進国は結局みんなね束になって、うん、その途上国の労働者を安く使って安いものをシェア、あのなんていうか供給させて、それでまあなんていうんでしょう、あのいろんなものを作ってるっていう面があるんだと思いますけど、これからそれができなくなる。できなくなります、ね、うん、呼べなくなりますね、うんうん、そうすると、うん、じゃあどうするんですか。日本でトマト、あの別に国産のトマトでトマト缶作ったら1缶いくらになりますかね。うん、すごいですよね。300円とかじゃないですかね、やっぱり。どうなっちゃうんですかね。だからそういうこと考えるとやっぱりどんどん上がってくるんじゃないかと、ね、うん、ね、うん、いや、それこそ、はい、うん、それこそ浜田浩一さんなんかが言ってる、うん、多分論なんだと思うんですよ。あと YouTube に横でなった高橋雄一さんとかね、うん、あの非常にあの、まあ、専門家でいらっしゃるからそれなりにはそうかなと思うこともあるんですけど、確かに日本のバランスシートで見ると、うん、日本って、うん、あの国内では借金、政府に限定した借金のようなものはあるけれども、国内で回っていて、うんうん、実際にはものすごく債権持ってますよね、海外に対してね。つまりもう日本国自体がなんか年金で暮らしてるような要するに新しいイノベーションも、うん、もうものも埋めないし、うん、そういう国になっちゃってるんじゃないかという、うん、感じだけれども、 そうだとするとですよ、うん、まあ、もうちょっと持ちそうだな、少なくとも俺は政府かみたいな感じがするんですけど、どうですかね。そういうことを考えるのは良くない。いや別に良くないことはないと思いますけど、うん、ただそのアメリカの国債、はい、たくさん持ってても持ってますよ、売れないじゃないですか。中国日本持ってる。売りそうになったら怒られちゃうじゃん。いや一回あの橋本龍太郎さんという人がね、そうそうそう、売るかのごとくニューヨークの公園で行った時に大変なことになります。大騒動ですね。そうなんです。だからドルを汚すようなことっていうのはできないっていう条件下での、うん、国際保持でしょ、アメリカの、うん、ね、どうなんですか、それは。どうなんですかね、どうですか、国際国際マーケットはどうマクロの話、長期金利の話になりました。じゃ長期金利全然変わらないよね。変わらないですね、うんうん、でもこのままいくのかどうか、いつか変わるんですか。いや本当金利のことはね、分からないっていう、あの CDS レートってね、よく言うじゃない、うん、その何百年にどれぐらいの確率でこの国は財政破綻するかっていうので、うん、マーケットの人は見てるって言われてて、僕私もたまに見るんですよ CDS レートっていうと。依然として日本って韓国なんかはるかに破綻する可能性低いと見られてるんですよね。ほぼほぼ破綻はしないっていう、結構ね、国際的な評価はそれほど低くない。もうまだそうでしょうね、まだって言い方がどうかわからないですけどね、でも円の流通もありますし、例えば韓国なんか比べると国際マーケットでウォンって見たことあって、ウォンってまず変えられるんですかね。
僕はそもそもあの国がワクチン最初買えなかったらドルがウォンで払おうとしたからじゃないかと睨んでるんですけど、日本の円ってやっぱりそれなりの まだあの栄光の残滓は残ってると、うん、残ってますね。だからまだ止まると思う、うん、まだ要するにそんなに急激にね、この後円が買われて円安になっちゃってって一ドルもうね、数字は具体的に出せないかもしれないけど、もうこうなっちゃうってことはないとは思うんですけど、うん、やっぱりこうやっていろんなところが日本は弱いねっていうところが出てきちゃってるから、やっぱり僕はじわ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 ね、そう 円安になっちゃってじわ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 と来るんじゃないかっていう心配はしますよね。70年代240円とかっていう、はい、結構ありましたね。 ありました、うん、ね、360の308になって、そこから200円台だったんですよね、うん、ただブラザー合意があったんで、うん、85年ですか、ね、ブラザー合意があったから圧倒的にドル安が容認になったんで上がり始めたんですよ ね。でしかし私なんか現場にいた頃ね、100円を切るってんで大騒ぎですね。切った瞬間のこと覚えてます。あ、100円切ったことありましたよね。で79までいったんですよ。79ですか、うん、79まで。僕の時も70円でいきましたね。日中その時株価もボン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 されてますね、うんうん、そうなると日本ちょっと様変わりですよね。そうだから今円高になって株価が下がっていくっていう姿は見えてこないんですけど、円安になった、じゃあ当時の感覚で円安になったら株高になるのかっていうと、うん、そうでもないっていう、今そういう感じになってきてる。だから今言われているのは円高になったら株安になるっていう、そういう 僕とか富田さんがあの日銀の記者をやってた頃の感覚ともう変わってきちゃったんですよね、うん、円は売られる、じゃあ円が売られて円が安くなったら製造業が儲かって株が上がるのかっていう時代じゃもうなくなってきてるんで、うん、今円が安くなったら我々の買うものがなんか高くなって苦しいねっていうのが先に来ちゃって、企業もいろいろ苦しいねっていうのは先に来るっていう感じになっているから、これからちょっと世界観がですね変わってくるんじゃないかなっていうのは僕は思ってますね、うん、これだけしかしあの裾野も含めて製造業が残った段階で、うん、この30年間で成長した企業って IT 系ぐらいじゃないですか、うん、で残りはまあ東芝みたいなあの人災的なね、もうどうしようもない経営者がいて崩壊した企業は別だけれども、他はまあ耐え忍んだと、うん、コストカットしてなんとか、まあ、素材にしても何、うん、インフラにしても耐え忍んだっていう状況じゃないですか、うんうん、でちょっと儲かったのはあの僕があんまり好きじゃない IT 系のね、なんか変な企業ですよね。最初相手もしなかったんだけど、なんか何のことっていろいろあるじゃないですか。そう、まあでもそういう企業儲かってるんですよ、うん、儲かってるんですよ、うんで他は何にもあのイノベーションがなくて付加価値を生み出していないですよね、うん、まあアメリカと違いますね、その辺はね、あの全然出てこないですよね、うん、あのまあ例えばここ10年20年でいやソフトバンクっていう企業が出てきて、うん、あのまあ確か大きなあの、ね、富を築いたんだけど、まあ、最近はどっちかというとファンドが目立ったりなんかしてますけど、そうですよ ね、うん、そうそう、あの僕ね孫さんって1990年代にインタビューしたこと、はい、でそもそも何やりたいんだっていうのを、うん、僕はすごくあのもうちょっとソフトバンク使ってるっちゃ使ってるんですけどあのすごく当時怪しんでて、この人なんか怪しいんじゃないのと思っていてあなた何やりたいんですかと、例えば私たちだったら新聞にこだわってるんです、うん、ロゴの社でもはっきり言ってよかったです、新聞記者になれればねたまたまこの社員に毒をはんでるわけだけれども、別にどこでもよかった。で、彼はそういう考えじゃないんですよね。あの別に。だから、あのあれだけあの携帯とかで名を馳せたにもかかわらず、今はもうファンドですよね。そうですね。だ要するにね、あの何々道みたいなのあるじゃん、道。ラーメン道、俺はラーメン屋なんだと。冗談じゃないと。いうのないの全く。お金どう。いやいや僕は言ってないですよ。ソフトバンク使ってます。いやそう聞こえたような気がする。そういう人たちなんだよね。だから僕は古い世代の経済記者は応援したくないんだよあんまりね。あうちっち広告もらってるの。いやあんまり見たことないですよ。まず聞かれても。もらってないと思うんですけどね。もらってないと思うんですけどね。ソフトバンクの携帯です。いやそうちの会社がソフトバンクの携帯。あのね。あれさっき富田さん持ってたのはソフトバンクじゃなかった。これはソフトバンク。僕は家はソフトバンク。あ、家はソフトバンク。あ、じゃあソフトバンクですね。うちの会社もソフトバンク。うちの会社はソフトバンクですね。いかんね。あ、ソフトバンクとか、電話機そのものは
富士通さんからあのソフトバンクだ。これは使い勝手悪いね。とても深い関係にあるということですか。深い関係あるな、それね。いかんね。あ、そうそうそう。だからその日本の、いや僕が聞きたかったのは、どうも日本の企業っていうのはあのこのままいくとね、ある人に言わせて、うん、今東証が解体されようとしてるじゃない、はい、ああいう道を歩んでいくんじゃないかと思うんだけど、どう。いやだからやっぱり日本といえば自動車業界なんですけど、うん、今これほらガソリン車を結局その世界的にね、うん、これでいいのかって話になっていて、うん、まあ今日本のその全体に占める自動車の比率っていうのは相当なものですから、そこがあの今後ですね、あのちょっと厳しい状況になっていくと日本の経済はさらに厳しくなるんじゃないかっていうことで、うんうん、まあトヨタもガソリン、要するにハイブリッドはまあなんていうね、あの全部が電気自動車っていうわけじゃないでしょっていう感じのことを、まあ、トヨタは言ってますけども、うん、ここであの技術で頑張らないとあの自動車業界が厳しくなってくると日本の経済はさらに厳しくなるだろうなっていう。それが広いですもんね、自動車はね、うん、そう。なんかこの前 NHK の番組だと、うん、自動車産業日本は550万人働いてて、はい、うん、それが全て EV 化されると、うん、もし仮定した場合には100万人失業するんですよね。100万ですか。100万、うん、でも日本に残った産業っていうか、そういう意味で世界的にこう競争できるのは自動車しかない。そうです、虎の子ですよ、ね、いうことで言うと大変なことになると。だから今ヨーロッパはだから逆に言うと今トヨタの方が強いんで、うん、ガソリン車じゃなくて電気自動車に持っていこうっていう方向ですごく動いてますから、うんうん、それのさらに日本の国力が落ちてくると、そのヨーロッパとかの戦いに勝てなくなっちゃうんですね、うんうん、さらに厳しい、ね、うん、まあフォルクスワーゲン対日本みたいな、うん、そうですね、なんだろうけれども、うん、自動車で負けるともう残り、いや、そう、何を残るんだろうなと思って、ね、それこそかつては自動車電気っていうのがあって、東証もそうだったですけど、そうですよ ね総合電気っていうのがいっぱいあって、うん、それが総合電気がもう今、うん、サムソンごときにね、はい、だから次自動車かってなっちゃうと、うん、ね、そこをこれからちょっと注意深く見ておられるというか、うん、まあ、思いますけど、ね、トヨタの社長さんがその、うん、EV 化、あの、もう一つその炭素の問題があるじゃないですか、はいはい、うん、すると2050年炭素ニュートラルって言って、まあ、やってるけれども、自動車を EV 化してもあのその意味ではダメだと。生産の時に使う、使う、うん、そのそれに使う発電を全部あの石炭燃やしてるんで、7割ぐらいが未だにね、うん、石炭っていうことなんで、だからね、これもさっさと再生エネルギーの方にもう全力で行っておかなかったから、うん、とっても不心配なことになってるんじゃないですかね。そうですね、そうですね、ちょっと心配ですね。風力だって本当は日本の技術でしょ、もともとは。そうですね、うん、ただあれですかね、アジアの国とかって、あのこの前ある財界人とか言ってたんですけども、例えばラオスなんかは、まあ、水道活断でいいよねみたいな、うん、例えば日本とか、例えばフィリピンとかって、はい、再生エネを作る、まあ、なんていうかこのその国の形状というか、うん、例えば高温帯湿で森が多くて、うん、みたいなところって、どちらかというとこうのっぱらみたいな、オーストラリアあるいは中東みたいな方が、うん、あの再生エネにとっては似合うと、うんうん、でちょっとアジアは苦戦するんじゃないかみたいなね、説があって、あのちょっとそこはちょっと伸びないんじゃないかというようなことを心配してる人はね、結構いるんですよね。まあでも例えば日本でもその潮流発電なんてほとんど開発されてない領域があったりね、うんうん、だから要はあのやる気になって、それこそ、うん、あのちゃんとお金が出るかで技術は開発されるんじゃないですかね、うん、なんかものすごいこと計画してる人がいて、あの船に太陽光発電のあれを積んで、でその要するに一番太陽光の強いところを持って動く、旋回してね、で動いてる、それいいですね。それであの、まあ、日本に帰ってきたらそこでチューって電気をそれでねいいですね、それものすごいあるんですね。それが主流の電源にはならないと思うけど、でも、うん、あの そんなことまで考えてる人がいるぐらいで、まあ、この前の COP のね議論もちょっとあの、まあフランス人が最後泣いたりしてもフランス人らしいなっていう、あれはまあなんかそうですね、なんか議長がようやくまとまり涙ぐんだりなんかしてましたけども、
まあ、どうなんですか、日本にとっては若干あの常に化石賞とかをいただいたりなんかして僕はねあの、まあ、話飛びますけどグレタさんっていうのはどうもね若い女の子だからあんまり批判もできないんだけどどうバリーさ非常にこう旗迷惑な人だよねうちの社のテイストってさああいうの応援するじゃん僕はちょっとねうちの社と合わないんだよねそこがね、まあ、小村さんの件でもそうなんだけど小村さんの件でも僕は社と合わないんだよ小村さん嫌なのちょっとよく聞きますね、まあ、全然関係ないけどグレタさんって誰のあのあれ振り付けでやってるのとしか思えないんだよ ね、 後ろね、うん、実際はどうなんだろうと思いますけどね、うん、まあでもうちの新聞扱いいいですね確かにそう言えてること SDGs とかさいや別にいいことなんだろうけども、うん、若干ね、うん、もうちょっと日本がちょっと基盤を整備してからやってもらいたいね基盤整備今早いじゃないですかあの、うん、動きが、うん、であれヨーロッパ人が儲けるような感じじゃないですかあ、うん、欧米っていうか ね白人世界のそういう感じが僕はすごくするんですよね、うんあの NHK でチコちゃんに叱られるってあるじゃないですか。ありますね。昔だったらあの深夜番組でグレタさんに叱られるって番組をこう作ったろうなと。あのうちであのちょっと肉とかね、あのちょっと肉の多い食事なんかするとこれグレタさんに叱られるよな。あれビーガンなんで。ですよ。僕はね、僕はビーガンと敵対してますから、ね。あの本当にね、うん、あのじゃあね肉は話しておりますけど肉を食べないって言ったら何のためにじゃあ生きてるのって僕はいやいやそう賛成ですね美味しい肉食べないと当然でしょですよね、うん、何であの発想に行くのかね、うん、まああのそれはあの思想の自由ですよね。その自分の人に食うなっていう面もがちょっとありますけど。そうですよ。肉屋さんがヨーロッパに襲われたりしてるんですよ。うんうんうん、そうなんですよ。全然経済って全然経済と全然脱線。あ、そうだ。せっかく池田さんいらっしゃるんで、はい、あの伺いたいなと思ったらその例の半導体の話。まあね、はい、日本は大火事を起こしたり。はいしたこともあって赤字痛かったですね、うん、ルネサスでしたっけね赤字起こしてくれてますね、まあ、あと今ですかベトナムがロックダウンしてたり、はいはいはいまあ、世界的に部品が来ないっていうことでその中心にあるのは半導体だと思うんですけどそうです、ね、半導体で強行って起こんないですか強行日本ですか強行強行って普通世界レベル世界レベルですよねいやこれ分からないですよねこのままだってこう生産がね、うん、やっちゃうとよこせっていうか我先にというかでもなきゃダメですしねこのまま、うん、まあでもそろそろ戻るのかな、うん、戻りねかける話って出てきてるからとは思うけど、うん、見えないですよねやっぱり見えないですよね、うん、だからこのまま行っちゃうと怖いですよね確かに、うんどういうことでちょっと要するに大幅なその経済的な減退というかリセッションに近い状態可能性ありますよね、うん、どうなんかどうですかねあの悪い材料がすごい重なってるんですよね、うんうん、半導体を持ったり長引いているし、うんそうですよね、いるしそれは原油高が来てるし、うん、急に需要回復よく理由がよく分かんないんだけど、うん、原油高が来てるってこととそこからコロナは今我々は日本ではこうなってますけど韓国なんか今日ひどいですよねああそうですか、うん、過去最高とか、ま、それからドイツなんかすごいことになってますよねでこの、 あの世界中がそうなってる中で悪い材料がもう重なってますよね経済的にはねそうですね、原因もだから結局そうですもんね悪い材料重なっちゃってますからねただ需要は強いんですよね、うん、すごくで今が需要強いんだけどこれから先本当にこれ今のコロナだと本当収まっていくのかなっていうのがあるから、うん、たくさん作って大丈夫だろうかなっていうもの、うん、あらゆるものについてそういう力が働きますし、うん、だからなかなか先が見えないからいろんなものを増産できないだろうな、まあ、ゲーム近いような考え方ですけど、うんね、しかも産業構造が今変わろうとしているところだっていうこともあって、うんうん、先を見通してものを作っていこうかなっていうことがなかなかできにくいから余計こう
ね、逼迫しちゃったりする場面が出てきて、うん、今本当見えづらいですよね。だから本当厳しいですよね。コロナのせいで、うん、そのライフスタイルがこう変わって、できるだけ消費をしないようにしよう。そうですね、それもありますよね。変わっちゃったとか、ね、そうね、うん。いや、飲みに行き始めてるんですよ、うん、私。だけど10時ごろいないですよ、きっと、うん、繁華街、うん、あれはやっぱり帰っちゃうのかな、どこか秘密の店に行ってすぐ、まあ、いやいや、そんなことないと思いますけど、ね、それも疑ってたんだけど俺、どっか知らない店をみんな見つけたんじゃない、やっぱりそのこれにそれは考えなかったな、消費者の感覚変わっちゃったっすよね、やっぱね。あのもう10時になったら帰っちゃうっていう、今まではそうじゃなかったんですけど、でも確かに少しずつ戻り、僕も昨日久しぶりにあの銀座から出たんですけど、あの戻っては来てますけども、富田さんおっしゃる通りで10時になったらさーっといなくなって、うんうん、人が歩いてる量だ、あの数だっても全然まだまだ少ないですよ、ね、うん、あれじゃちょっと飲食もまだ全然まだ戻らないだろうなって、あ戻らないですね、うん、例えば2軒目に行くような店ってきついのかな、うん、バーとか、ね、うん、ただでさえ単価高くないのにね、きついですよね、うん、あきついと思いますね、戻らない、だから経済が全般的に戻っていかないっていう、でもそれは飲食業なのであって、うん、他の業界は戻ってる、急速戻ったところもあるし、やっぱもうまだらもですよね、うんうん、余計全体が見通せないですよね、うん、ああで新しい資本主義これ多分もう笑った、これ何聞くだけで笑いが出る、いや私これいろんな人に聞いてるんですよ、うん、誰も答えてくれない、これ何ですか、これ。いやーねえ、結局何が新しいのか本当全然わかんないですよね、本当にね、うん、さっきねちょっと話しましたけど、言葉だけ、竹中平蔵さんがその有識者の会に、あの人は、うん、いわゆる新自由主義みたいなことを、うん、なんか総裁選の時おっしゃったじゃないですか、うん、岸田さんと、はい、ああいうものはこの格差を開いたから良くないと、だから新しい分配の、うんうん、分配するんだ、うん、そしたら新しい資本主義をやるんだって言って、うん、その会議に竹中平蔵が座ってるんです、うん、これもう分配重視って言いながら途中で変わりましたよ、うん、突然分配やめたんです、竹中さん入ってきたって感じじゃないですか、頭の中に竹中平蔵が入ってきた時にやめたんです、うん、だから成長なくして分配なしっていう話に変わったでしょ、うん、いつ変わったんですか、で途中で比較的入れなかったんですよ、ね、付け目が私は分かんなかったんだな、だ総裁選終わった後っていうか総選挙の時にはもう言ってなかったですよ、その分配を重視するなんていうのは、そうですね、うん、だからもうちょっと頭に入ったんだと思いますね、今はだから明日まとまるやつも分配というか、まあ、さっき言った選挙対策的な話があって、うん、本当のなんかちゃんとした分配かなって、うん、要するに分配になってないわけですよ ね、うん、だからまあ、ばらまきっていう批判がありますけど、うん、見えないですね、分配っていう機能が全然働いてない、新しい新自由主義、新しい新自由主義なるほどなんでそれで竹中さんにやった最悪じゃないですかそれいやここの日比谷のね、うん、このビルの真ん前って日比谷公園なんです、はい、で2006年ぐらいですかね、年越しなんとか村、年越し派遣村、はいはい、あの時に、うん、取材行くの簡単だからみんな簡単だからって失礼だな、近い、まあ監視、まあ近場でやって、そう、うん、行ってすぐ取材したんですけど、うん、もうあの時の僕は記憶って山市が潰れた時ぐらいよりももしかしたらちょっと、うん、こんなことが我が国で起きるのかっていうぐらい、うん、要するに食べ物がなくて並んでるわけでしょ、うん、なんかアメリカのなんか教会かなんかで配られてる人いるじゃん、なんかあれみたいですよね、ですね、ですよね、でしたね、その時に、で、今、うちの私は論説委員ですが、実は社説をたまに書くこともあるんですけども、この議論の中で例えば女性でお一人で暮らしてらっしゃって、うん、しかしながらその企業が傾いたりして非正規になった時にその先にあるのは路上生活、そうですね、ということが、でそういう恐怖がすごくある、で実は東京の幡ヶ谷のバス停でね、殺されました、殺されたんですよ、うん、女性が、僕はねその方の10年ぐらい前の写真を見て、うん、衝撃を受けたんですよ、彼女がパーティーで外国人のなんかビジネスマンとワイン飲んで、うん、
10年後に畑内で路上生活者になって蹴り殺される。で僕はね、あ、そういう国になっちゃったのかと、うん、いや、そういう国ですよ、うん、本当にそうですね、うん、ありえますで、うん、私はそういうことに対する緊張感が今政府によってあるのか。いやね、だからその10万円配るんだったらやり方がありますよね、うんうん、ありますよ、そういうことですね、うんうん、まあ、女性の自殺がとても増えていて増えてます、ね、900何十人なんか、はい、とても増えてます、うん、これ実際に生活に困ってるんですよ、うんうんうん、そうですよね、うん、おそらくね、あのなんていうか見えてないようなね、あの実際の民の生活がそういう気がするんですけど、だからそういう人ほど声が届いてないっていうのがあるから、やっぱそこは本当はね、政治がこう汲み取っていかなきゃいけないんだけど、目の前にあるそういう自分たちの支持する人たちのところだけにこう考えてお金を配ってるっていう、そうなんです、それでいいのかって話だと思いますけどね。私もその10万円出た時の最初の怒りは、俺はもらえないじゃないかっていう怒りから始まっちゃったんだけど、それが良くないですね。まあとてもす、まあ、ある意味素直っていうことですよね。もらいたいですよね。そうそう、だからこう 中途半端感があるんでしょうね。みんなにも配るっていうわけでもなければ、こうなんていうんですかね、こう、うん、どっかで線を引くと必ずやっぱ不満が出ますし、まあ、うん、ね、お金を配ってるだけじゃなくて、さっきも言ったもっと成長するところにお金を、エネルギーでもそうだし、出すとか、本当に困ってる人に出すとかっていうことをね、もうちょっとちゃんと やれないのかなというふうには本当思いますけどね、うん、まあ、うん、思ったよりちょっと国内経済はもう一段階深刻だなというのは僕の結論ですね、うん、これからちょっと悪くなる可能性があると思いますけどね、うんうんうん、それはね、うん、やっぱり四面展開もそっちの方で、そうですね、そっちちょっと警戒して、ね、まずはこの円安、うん、原油高、うん、ね、あとお得意のちょっと物の値段を表にしてやってください。そうですね、うん、からお得意の手法なんです。ああ、はいはい、非常に微細なね、これがこう上がったみたいな、うん、いや僕の得意のは牛乳の価格がこれから上がるかもしれないっていうやつがあって、この牛乳パックのね今ね、うん、紙の値段をこれから上げるって始めたでしょ、昨日今日あたりから。え、紙の値段、うん、牛乳パックの紙の、うんうん、パックの紙のです、ね、うん、値段これ上がるらしいですよ。そうするとそれ牛乳の価格に転嫁するってことですか。当然そうなりますね。私が前やった 900ml の牛乳でそれでいいのかっていうのを書いたら、まあ、ご批判もだいぶ浴びたんですけど、うん、1リットルの、うん、やっぱありましたね。そう、ちょっとせこいんじゃないかみたいなこと言われたことあるんですけど、でせこくてどうなの、どうもいいと思うでもこれからその牛乳の値段とかそういう、もう 目の前にあるものがどんどん上がってくる恐れがある、うん、その一つの、あ、牛乳のパック上がるかと思ったんで、昨日今日のニュースで言うとね、そこはもう 2% 突破してますよ。でですね、もうそうすると 2% 突破してますよ。いや、次の金融政策決定会合で黒田さんの勝利宣言出るから 2% 突破しました。ありがとうございました。なんかやってるって感じですよね。金融ダメダメできなくなっちゃうじゃないですか。ね、そう、あ、それ止まっちゃうんですよ、そこで。そういうことでしょ。金利はね、日本は上げられないですよ。こんな金融環境ないですよ。おそらくやったらいわゆるリセッションが来ますから、そうです、ね、間違いなく、そうです、ね、いわゆる不調が来ますよ、来ますね、だからね、おそらく政策の選択肢がすごくないんですよね。そうですね、そうか、またそうすると不況とインフレの同時進行という例のあのあれがスタグフレーション、スタグフレーションが来るかもしれませんね。なんか今回すごく暗くなっちゃいますですね、うん、いや、徳田さんは明るいでしょ。いやいや、別に僕は明るくないですよ、別に、ね、真面目だけだと、誠実さだけだと、はい、まあ、ということでね、池田君、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はどうしましょう、また明るい話、明るい話をしていただいて、まあ12月ですからね、なんだよくわかんないですけどそんな感じで続けていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。